んなところで。アーチャー、なぜ戻っていったはずだ。またバカを言え。俺のために戦い続けている部下がいる。見捨てて体毛と始めからと殺す気でかかれよ。ああ、分かっている。分かった。頼むぞ、イオリ、セイバー。任された。空の水の塊。傷を癒せ。死ぬぞ。石壁戦か。これはアーチャーのホームが展開された。この
頂上の大戦ならば石壁の戦いか。シュルはせいぜい空間を塗り替えてみせる。凄まじきものだ、アーチャー。その火は熟した。力を借りる出番だな。我らが刃突き立てる。天のごとく上司
イバー絶技発揮怒涛寄るな寄ればマスターを霊樹を持って命じる再び俺と聖名言お前の行く末を見届けられなかったのは残念だがその願いはお前自身の力で叶えろどんな手を使ってでもああ誓おう今も昔も夢にはついぞ手が届かなかったが良い主に恵まれた改めて礼を言わねばなるまい。アーチャーを止めてくれたこと、あいつの願いを叶えてやれなかったのは残念だが、戦う術も資格も失った。テイ・セイコー。義の遺憾に関わらず、俺には俺の戦場、まず、頼信公にお力添えをいただき、長す。日の元を出るのか。しかし、元より長居するつもりはなかった。とはいえ、もろもろの支度が済むまでの間はそうか俺に言われずともテイ、はあ、別れるいつか聞いたがもう一度だけ聞いておくテイ俺のそれはできないすまん分かってああさてそ天下は広いがおなその時にはまた思ったよりも、テイは、アーチャーを、あるいはあれは。どうだ。よりは、もういいのか。戦友だな。俺たちには、